ジェームズ・トマス・リンジェームズ・トマス・リンはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、1973年から1975年まで第4代住宅都市開発長官を務めた。オハイオ州クリーブランドにおいて誕生した。父親はフレデリック・ロバート・リン、母親はドロシア・エステル・ピーターセンであった。1948年、インは ウェスタンリザーブ大学を主席で卒業し、1951年にハーバード大学法科大学院を優等で修了した。リンはハーバードにおいて法律評論誌ハーバードローレビューの判例編集委員を務めた。リンはクリーブランド最大の法律事務所、ジョーンズ・レイ・コックリー・アンド・レビスに就職し、1960年に共同出資者の一人となった。リンは1969年に 法律事務所を離れ、商務省の法務顧問となった。1971年、委員は、商務次官に起用された。1973年、委員は、リチャード・ニクソン政権において、住宅都市開発長官に就任し、1975年まで、務めた。委員は、ジェラルド・フォード政権において、1975年から1977年まで、 行政管理予算局長を務めた。リンは1970年代に医療保険会社エトナで理事となり、1980年代に社長、そして会長に就任した。リンは1979年に共和党全国委員会法務顧問を務め、1980年代初めにジェームズ・エス・ブレーニ大統領財団の理事長を務めた。 リンは1990年代に科学技術経済、政策委員会委員を務め、また、製薬会社、ファイザー理事、自動車会社、TRW 理事も務めた。ありがとうございます。